アラウディン・ムハンマドは、ホラズムシャー長の第七代スルターン。ホラズムシャー長のスルターンアラウディン的首都トゥルク、経由牧民カンクリ族出身のヒテルケンハトゥンの間に生まれる。1200年に没した父の後を継いで即位する。アラウディンの母、テルケンハトゥンは、ホラズムシャー長の軍事力の中核をなすカンクリ族の指導者的地位にあり、 スルターンである彼と同等の権力を有していた。アラーウディーンが獲得した領土の多くは、テルケンハトゥンにも分配され、彼女の長身は王であるアラーウディーンであっても、罰することができなかった。即位直後に、ゴール朝のシハーブディーンムハンマドの侵攻を受けるが、総主国のカラキ隊の援軍とともに、ゴール軍を撃退する。この、シハーブディーンのホラズム攻撃には、 ホラズムシャーの拡大を警戒するアバース朝のカリフナーシルの先導があったと考えられている。戦勝の後、ゴールアサの支配するヘラート、バルフを占領して、ホラーサーン地方全土を支配下に収め、マーザンダラーン、ケルマーンに勢力を拡大した。アラウディンの即以前より、ホラズムシャーのスルターンたちは、仏教国のカラキタイに効能を支払い続けており、 アラーウッディーン、ホラズムシャー長の国民は偶像を崇拝する、異教徒への効能を耐え難く思っていた。カラキタイに侵入していた西から、韓国もカラキタイから派遣された大官の搾取に、不満を抱いて、アラーウッディーンに、挙兵の協力と侵入を申し出、自国に、カラキタイの従属化から抜け出すに、十分な国力があると考えたアラーウッディーンは、 従属関係を破棄する機会を待った。カスピ海北方に居住するキプチャク族討伐の後、高能金を受け取りに来たカラキ隊の死者を残殺して敵隊の意思を明確にした。ヒジュラ歴605年にホラズム軍はカラキ隊領に侵入するが、戦闘に敗れてアラーウッディリンは捕虜となった。彼は従者の起点によって奴隷と身分を偽り帰国するが、国内では 彼が死んだという噂が流れており、王を自称した兄のアリー・シャー、独立を格索する、叔父のアミーン・アルムルクラ不穏な動きを見せた者もいた。翌ヒジュラ歴606年に、カラキタイの散脱を図る内満族のクチュルクの要請を受けて、西から、韓国のスルターン・ウスマーンと共に再びカラキタイを攻撃する。1210年に、タラスカ藩で、カラキタイの将軍、 ターアンクが率いる軍隊を撃破し、トルキスタンのカラキ大量の一部を併合した。異教徒に対する勝利は、ホラズム国内だけでなく周辺の王公からも、称賛され、人々は彼に、第二のアレキサンダーの称号を与えようとした。しかし、アラウディーンは、セルジューク朝のスルターンにちなんだサンジャルの一生を名乗り、40年長に、及ぶ長期の知性を維持したサンジャルにあやかろうとした。 帰国後、アラーウディーンは、娘のン・スルターンを、西から、韓国の君主、ウスマーンと婚約させ、名約に従って、西から、韓国を新入国の地位に置き、西から、韓国の首都サマルカンドに大艦を派遣する。1210年、ホラズムからの圧力に苦しんだウスマーンが再び、カラキタイに侵入し、サマルカンドうちのホラズム人を虐殺する事件が起こる。 ホラズム軍は報復としてサマルカンドを攻撃、ウスマーンを処刑し、西からハンコ国を滅ぼした。西からハンコ国の併合の後、アラーウッディーンはアム側とスイル側の間に広がるマーワラーアンナフルを勢力下に置き、首都をサマルカンドに移した。アラーウッディーンの知性末期までのホラズム社長の支配領域。アラーウッディーンとの関係を悪化させたアリーシャーが、 アラーウッディーンの即位直後に、ホラズムシャー長と交戦した、ゴールアサに亡命する事件が起きる。アリーシャーが亡命した、当時のゴールアサは、シハーブッディーンの死後、クトゥブッディーンアイバクをはじめとする総督たちの独立によって領土が縮小していた。ゴールアサのスルターン・ギアース・ディーン・マフムードが支配権を及ぼしていたのは、ゴール地方のみであり、彼は、 ホラズ・ムシャー朝に功能を行っていた。ヒジュラ歴609年にギアース・ディーン・マフムードが宮廷内で視察される事件が起き、当時の人々はアラー・ウディーンの関与を噂し合った。ギアース・ディーン・マフムードの死後にアリー・シャーがゴール・アサの後継者を自称するが、アリー・シャーはアラー・ウディーンが使わした資格によって暗殺され、ゴール・アサの領土はホラズ・ムシャー朝に併合された。 1215年に、ガズナに独立勢力を築いていた、ゴールアサの総督タージ、ウッディン・ユルドズに勝利し、ガズナを占領するが、同地で、カリフ・ナーシルが、ゴールアサのスルターンラに当てて書いた書簡が発見される。書簡には、ホラズム社長の動向に注意を払い、ホラズム領への攻撃を先導する文が書かれており、アラー・ウッディンはナーシルに強い敵意を抱いた。 同年に、アラウディーンは、アッパース朝に対して、金曜礼拝の吹っ飛ばへの自身の名の挿入、スルターンの称号の授与、バグダードへの代官の設置を要求し、セルジューク朝のスルターンたちと同じ特権を得ようとした。だが、要求は拒絶され、アラウディーンはウラマーたちの同意を得て、アリーの後営をカリフに擁立することを図った。 アッバース朝の要請を受けて、イラン西部に進軍したアタベク政権、シーラーズを統治するサルガールワサ、タブリーズを統治するイルド・ユグユーズ・アサの二つの勢力を破り、両国を新住国とした。ヒジュラ歴606年に、イラーク・アジャミーを支配下に置いたラー・ウディーンは、ハマダーンを拠点とし、アッバース朝サから派遣された死者の和平の提案も入れなかった。しかし、 アサダーバードで、玄関と降雪に見舞われるとともに、現地のトルコ人とクルド人の攻撃を受けて、アラーウッディーンの計画に狂いが出る。そして、東方のモンゴル帝国からの施設に応対するため、このルクヌッディーンに、イラーク・アジャミーの統治を移民し、アラーウッディーンは、トルキスタンに帰国した。アラーウッディーンは、息子たちの所領を以下のように定めた。この王子たちの中で、 アラーウッディーンが後継者に指名したのは、罰子のウズラグ・シャーだった。ウズラグ・シャーの聖母は、テルケン・ハトゥンと同じバヤウト部の出身であり、アラーウッディーンは、ウズラグ・シャーを寵愛する、母の意志を尊重して、彼を選んだ。モンゴル軍の侵攻ルート。ガズナの攻略と前後する時期、1215年に、アラウッディーンは中都のチンギスカンに、施設団を派遣し、チンギスカンから、 友好関係の構築と通称の開始が提案された。1218年の春、アラーウディーンは、ブハラで、ホラズム出身者からなるモンゴルの施設団と、越見するが、施設団が示した要件は、就航と通称の開始、そしてモンゴル帝国へのホラズム社長の神獣だった。彼は神獣の要求に激怒するが、施設の一人から、モンゴルの兵力が、 ホラズム社長に比べて微弱なものであると聞かされて気を沈め、好意的な返答を与えて、施設団を送り返した。同年にオトラルの総督、イナルチュクから、モンゴル帝国の派遣した、通称施設団をスパイの容疑で逮捕した報告を受けると、アラーウッディーンは、施設団の処刑を命じ、施設団は処刑された。モンゴルからイナル地クの処罰を求める使者が送られるが、母、 セルケン・ハトゥンの親族であり、軍内において、相当の権限を有していたイナルチュクを処罰することは、彼にはできなかった。一方、同時期に、メルキトブの残党が、モンゴル軍の追撃を受けて、ホラズム領、キプチャク草原の東端に侵入しており、アラー・ウディーンはこれを排除すべく北上し、1219年夏に、スブタイ率いるモンゴル軍と遭遇した。モンゴル側は、 戦闘を避けたがっていたにもかかわらず、アラーウディーンは攻撃を仕掛け、モンゴル側の奮戦によってアラーウディーン率いる中軍が追い詰められる状態に陥った。息子で右翼軍を率いるジャラーウディーンが救援に来たことで、アラーウディーンは難を免れたが、明確な決着がつかないまま両軍は共に軍を引いた。国王自ら率いる精鋭軍が、 モンゴルの一文献体に苦戦させられたという事実は、アラー・ウディーンに衝撃を与え、以後のホラズムの戦略に多大な影響を与えたと評されている。一方、この一戦を通じて、自信を深めたモンゴル軍はついに、ホラズム側への侵攻を決意し、同年秋に、ホラズム社長は、モンゴル軍の大規模な侵攻を受ける。アラー・ウディーンははじめさまるカンドにいたが、 モンゴルのマーワラーアンナフル侵入を聞くと1220年4月にサマルカンドを放棄し、逃走路の住民たちに、自軍は民衆を守れないのでおのので方策を考えるよう伝えた。進化は、ジャイフーン側に防衛線を敷いて攻戦するべき意見、ガズナに逃れる意見、イラクに逃れる意見に分かれ、アラー・ウッディーンは徹底攻戦を唱える、王子ジャラール・ルッディーンを抑えて、 イラクへの退却を決定した。ニシャプール、カズウィーンを経て、わずかな従者を従えて、マーザンダラーンに逃れる。だが、モンゴル軍はすでに、マーザンダラーンにも侵入しており、現地の貴族の勧めに従って、モンゴル軍の追撃を振り切って、カスピ海西南岸近くの、小島アバスクン島に逃れた。アバスクン島に逃れるとき、アラウディーンは病にかかっており、 逃亡中にかつては、大国の王であった自分が病を立てるほどの土地すら、有していない現状を嘆いた。日ごとにアラール・ディーンの病は悪化し、彼は、王子のジャラール・ディーン、ウズラグ・シャー、アーク・シャーを呼び寄せた。ウズラグ・シャーを、後継者とする指名を取り消して、ジャラール・ディーンを、後継者に選び、ホラズ・ム・シャー長の最高を託した。指名からに、三日の後、 1220年12月に、アラー・ウディーンは、没した。アラー・ウディーンは、島内に埋葬されたが、遺体を包むタビ扉すら書いており、やむなく彼の遺体は衣服に包まれた。1229年に、ジャラール・ルディーンによる、アフラート包囲が行われたとき、ジャラール・ルディーンは、エス・ファハーンにアラー・ウディーンの病を建てることを計画し、アラー・ウディーンの遺体は、アバスクン島から、 ダマーバンド山上の城塞に移された。しかし、病が完成する前にジャラール・ディーンは落命し、城塞に置かれたアラール・ディーンの遺体は、モンゴルのオゴデェの元に送られて焼かれた。イルハンチョウの歴史家、ジュバイニー・ラシード・ディーンはいずれもアラール・ディーンを、優柔不断臆病な人物として描写した。彼らによれば、アラール・ディーンは逃亡中にニシャプールに三週間、 立ち寄ったとき、再起を図るどころか職務を怠って、遠曲に没頭したという。しかし、歴史学者のワシーリー・バルトリドは彼らの説に対して、アラー・ウディーンがニシャプールに3週間滞在したかは、考えにくいと疑問を呈した。他方、同時代の歴史家であるイブン・アスイールは、彼の人格と知識を称賛した。ホラズム社長が、 統一的な抵抗を行えないまま崩壊したのは、ホラズムシャー朝は急速な領土拡大に対して、支配体制が脆弱であったことが挙げられる。この戦役において、ホラズムシャー朝は軍隊を集中して、モンゴル軍に当たらず、各都市に分散して、守備を行ったが、モンゴル軍の核攻撃破を受けて、わずかの間に、中央アジアから、ホラズム、ホラーサーンの、各都市を失った。 アラウディーンは母及びその実家であるカンクリ部族との対立を深めており、部族群を急合して野戦に臨めば、不仲な遊牧民が戦線を離脱したり、モンゴル側に寝返って一戦で崩壊する危険性があった。サマルカンドの放棄と西への闘争についても、臆病と批判する意見も、ある一方で、モンゴル軍をアムダリア川の南西に誘い込んで、 ゲリラ戦を展開しようとする試みがあったとする見方もある。テルケンハトゥンとアラーウッディンの娘がモンゴル軍の捕虜になった際、上記の子以外に複数の王子が処刑されたバンコ北岸の都市。ありがとうございます。